んこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はやけどの状態についてお話ししていきたいと思います。退院はしましたが、完治というレベルはまだまだ程遠いです。そしてやけどの跡についても基本的には残ります。完全に昔のような違和感ない皮膚になるっていうのはもしかしたら可能なのかもしれないですが、結構難しいというレベルの状態です。やけどを負った範囲ですが、お尻から足先までです。お尻は蒙古斑ができるあたりのところに少し一度熱傷を負ったので、皮がペロッと剥けて、今はそこに違う皮が張ってる状態なので、お尻もこう色味が違うところがあります。でその他は膝下までにかけてありとあらゆるところに小さな水泡ができたり、あと皮膚全体が少しこう黒ずむというか、なんかそういった状態になっていて、まだ太ももの裏とかが綺麗になんか肌色みたいな感じになっている状態ではないですが、まあ、処置としては特に何かするっていうことではなく、本当に皮膚の再生を待つという生まれ変わりをね待つという状態になっています。一番ひどい膝下は一度熱傷から浸達性二度熱傷までです。浸達性二度熱傷の次が三度熱傷になるので、そこまでいくと皮膚移植の可能性が高くなります。なので本当にそこまでいかなくてよかったなというふうに思っています。で受傷から2日後の足がこの状態です。麻痺はしてるので痛みはないはずなんですが、しびれがとっても強くなって、正座後のしびれのマックス状態、ちょんって触られただけでも痛い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 っていう、なんか痛がゆい痛がゆいみたいな状態を経験したことがある方多いと思うんですけど、その状態が24時間続いてて、すごく嫌な気持ちというかいい気分ではない日々でしたね。私は足の痛みを感じないけど、足さん自体はもう痛いし痒いし大変なことになってるっていうのはあるので、本当に触られただけでも、触ってない時でも形勢っていうのが強くなって、ずっと足がバタ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 勝手に動く時間が多かったです。こんな風に足が動いてしまうので、膝をがっつり押さえてもらいながらじゃないと処置ができなかったです。この画面にバンと今ぶつかったのは反対側の足がもう膝蹴りしてる状態ですね。もう自分でもどうしようもないのですごく大変でした。受傷した直後の処置というのは、基本的には毎日お風呂に入って、きれいに泡の石鹸で洗って、でその後にメロリンガーゼっていうガーゼに対してアズノール軟膏を塗って、それをこう巻いておく。あとフィブラストっていう、すごくこう皮膚を再生してくれる、結構褥瘡とかにも使われる強い薬を初めの方には塗って、早く上皮化、皮膚を作らせていこうっていうことをやっていました。でこちらが受傷から20日後の写真になりますね。上皮化してきた部分も多くなってきたのが写真からわかると思います。下半身麻痺の人っていうのは血流の流れであったり、そもそも体の異変を感じにくいということから、治りっていうのがすごく遅いそうです。ですが、私の場合は健常者と同じレベルのペースで、治っているっていうことだったので、それはすごく良かったなと思いました。でこちらが受傷から26日後の写真になります。足の甲っていうのは皮が薄いこともあって、損傷が大きく、そして治りにくいんですが、ふくらはぎとかは順調に上皮化してきているのがわかると思います。ですが気をつけないといけないのが、こう上皮化したといってもまだまだ薄くて弱い皮が張ってるだけなので、少しぶつけただけでもピリッとピッと向けちゃいます。やっぱ移動する時とか形勢でこう勝手に足が動いた時とか、どこかにぶつけてしまうっていうことはどうしても
あるので、本当に治っては向けて、治っては向けての繰り返しが続いてました。こちらが受傷から約1ヶ月後の写真になります。退院後はですね、フィブラストはなくなって、まあ、処置としては同じように毎日お風呂に入って優しく洗って、メロリンガーゼにアズノール軟膏を塗ってそれを巻いて包帯で保護するという流れです。この処置は全部一人でお風呂は終わってそのままお風呂の中でこう調剤になって自分でこう巻いてっていうのをやってました。こちらが受傷から約2ヶ月後の写真になります。血流の流れが悪いところはこう薄紫になっていたりしててちょっと色味が良くないんですけども、こんな感じで、まだまだ包帯で巻かれた状態が続いてて、で今はですね、本当は地元の病院さんにそのまま通いたかったんですけど、どうしてもこうコロナの状況で福岡と行ったり来たりしてるとなかなか病院2週間、県外から来た場合は来ないでくださいっていう制限がかかってしまって、福岡の方で皮膚科さんを見つけて今日ですね、この撮影してる今日初めて皮膚科さんに受診、約1ヶ月ぶりにですね受診をしました。で今までそのずっとアズノール軟膏とメロリンガーゼっていう状態だったんですけど、ちょっと処置の方法が変わって、エキザルベっていう薬、なんか昔からある お子さんも使えるような、まあ、ちょっと抗生物質が入った薬を今度は塗って、その上に薄いガーゼと包帯っていうので、もっと皮膚をね、生まれろ生まれろ、もっと強い、もっと早く皮膚生まれろっていう状態を作り上げるっていう感じになっています。エキザルベを塗った次の日の写真なんですが、めちゃくちゃ足の状態が良くなっていて、このエキザルベっていう薬すげえだーって感動しました。やっぱりこう後も残る予定というか後も残りますし、まだまだ包帯さんの時期っていうのはどんどん続いていくんですけど、やっぱできるだけ綺麗になるようにいろいろ試していきたいなと思っています。でやっぱ効果があるものに関してやっぱやけどの傷で悩んでる人っていうのはたくさんいると思うので、まあ、効果があるようなものは紹介できたらなというふうに思いますし、であとはハンコインっていう言葉があるんですが、まあ、それについては、まあ、また改めて説明していきたいと思いますが、やっぱやけどを負った人にとってはすごく大切な情報だと思うので、そちらはまた違う動画で、お話ししていきたいと思います。はい、ということで、今日はやけどの状態をお話ししました。はい、なんか日が傾いてすごい最後照らされてますが、こんな感じで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。 Oh.